クラウド、一緒に行くね。嘘、一人で十分だ。でも道知らないでしょ。あ、かわいい。あ、頼む。任せて。じゃあ人柄は知ってるよね。アバランチの大事な協力者だから愛想よく、ね、うん、オッケー。みんなの憧れのマドンナ的な感じなんだね。マーレさん、フィルター交換です。ティーパー、待ってたよ。おや、あんたもいたのか。みんなに嫌がられて。集金係を頼んだの。ちゃんとお守りよ。私結構強いからそれは大丈夫。知ってるよ。でもクラウドにやらせないと。こんな愛想なしだもの。戦うことくらいしか取り柄がないんだろ。すごい取り柄だよそれ。そんなことは。顔最善を尽くす。吐きがないね。疲れてんのかい。だったら部屋でしっかり寝るんだよ。おう、スラムの心得その1ね。そういうこと。くほれ、手を出しな。回復するのかな。マーレさん、ありがとう。じゃあ行くね。ああ、稼いでおいで。うん、ああ、休憩ポイント。自動販売機のそばにあるベンチ、ベッド、はいはい。あ、ヒットポイントと MP も全回復するんだ。 MP って何の略？マジックポイント。そういえば考えたことなかった。マジックポイントか。やばい、鼻が詰まってきた。鼻が詰まる。マーレさんのおかげですぐここになれたんだ。ここは、うん、長いのか。もう5年かな。で足りないんじゃない。そんな話より、集金集金、次が最後の武器屋さん。武器屋さん、そこに書いたよね、ウェポンって。明るくていいね、元気で。ティファちゃん、みんなティファちゃん、ティファちゃん言ってるじゃん。ティファちゃんってとこがいいね。なんかみんなの呼び名がティファじゃないんだ。あのフィルター全然効果ないぞ。あら、申し訳ございません。ではこちらのフィルターを試してください。もういらないから帰ってくれ。残念です。ではここまでの生産をお願いします。なんだ、効果ゼロなのに払うかよ。代金は彼に。世の中舐めてるんじゃねえぞ。払うよな、うん、おありがとうございました。役だった。これでフィルター交換はおしまい。お代も受け取ったし、武器見てみる。それよりバレットの集金はいつ終わるんだ。今晩の開店前には。それまでまだ時間があるけど、どうする。そうだな、あのね、アイデアがあるんだけど聞く。何？本格的に何でも屋を始めるなら、まず縁を作るべきだと思う。ご縁はお金より大事だから。スラムの心得か。うん、縁が仕事を呼んで、いい仕事をすれば評判が立って、それがまた縁を呼ぶの。まあね。どうすればいい。自警団の仕事を肩代わりとか。ほぼボランティアだけど縁はつながるよ。やってみよう。詰所は誰もいなかったから上に行ってみよう。さっきのあれか、なんて言ってたっけ。協力者を覗いていかないかい。あ、見る見る。スラムで暮らすなら一人に一つ武器を持とう。自分に合う武器は武器屋で相談。これ どうやって。あ、ここじゃないのか、こっちか。銃の持ち手のところはもう少し軽量。チンピラに見せる品はねえ。いったいった。チンピラって感じしないけどね。え、ダメなの。チンピラに見せる品はねえ。ダメなんだ。いったいった。え、見れないの。この人なら見せてくれる。覗いていかないかい。覗いていきたいんですけど。スラムで暮らすなら一人に一つ武器を持とう。自分に合う武器は武器屋で相談。はい、常識だよ。はい、常識。ぜひ 見たいんですけど、お断りされました。チンピラだと言われて。あんまチンピラっぽくないけど。そしたらどこ行っちゃったの。こっちか。瓦礫通りのモンスター、なんとかしねえとな。え、何モンスター。俺も挑戦してやる。一人じゃダメよ。モンスター挑戦したいんですけど、ちょっとお兄さんたち教えてくれませんか、モンスターについて。
モンスターって何ですか。話してみよう。ん？話せない。あなたが話せない時あるよね。中入っていいの。ああ、いたいた。今日は二人が当番なんだ。あ、もしかしてクラウドさん入団希望っすか。場合によってはな。自警団は何をするんだ。うん、いろいろあるけど、まず居住区に紛れ込むモンスターを退治したり、モンスター住民に自衛法を教えたり、それがメインだ。自分の身は自分で守る。これスラムの心得っす。クラウドには実績が必要なの。いい評判、いいご縁、それを自警団で作れないかなと思って。もってこいの話があるっす。嘘。俺たちじゃお手上げのモンスターだ。モンスター金は出せないが俺らなりの礼はする。そうだな、まずはその剣改造してないだろう。ああ、小細工なんていらない。かっこいい。それなんかの誓いか。改造すればあんたもっと強くなるぜ。おせっかいだろうけど手順を教えるな。お、改造ができるようになる。使い込んでるね。ん？新機能アップグレードウェポンズ。武器を強化できるようになりました。スキルポイントを武器に。あー、なるほど、そういうことができるんだ。ほいほいほい、いいね。武器改造、強化したい武器を装備しているメンバーを選びます。あ、そっか、仲間いるときあるもんね。バスターソードを選択。なんだい？宇宙。わあ、すごい。ええ？その中から選んでってこと？武器スキルを解放して武器を強化しましょう。この中から選ぶってこと？今10ポイント持ってるんだよね。で、必要スキルポイントが4とか書いてあるのか。これは最大体力、魔法攻撃、物理攻撃。まあ私的には、まあ、物理攻撃か最大 HP アップかな。まあ何事もまず体力からじゃないですかね。あ、まだまだいけるか。もう一個いけるか。じゃあこれ取ろう。物理攻撃力、もう物理ラブよ。 OK、 これでいいのかな。はい、武器強化を自動モードにすることもできます。へえ、あ、自動で割り振るってこと？なるほど。まあまあまあ、でも自分でやりたいよね。 OK、 武器を強化しました。うん、あー、そっか、武器スキル解放することで、あ、マテリアが今2個しかつけられないけど、もうちょっとつけられるようになってするんだ。ちょっと2個じゃ少ないもんね。はあはあ、あ、それはちょっと早く増やしたいですね。まあ OK、 とりあえずこんなもんかな。できたか。ま、使いながらいろいろ試してみるんだな。ああ。それから俺らなりの例その2、何でも屋の宣伝だ。おお、ウェッジがいればすぐにスラムに知れ渡るよ。そうなの？クラウドさんのためなら腹ペコでも町中を練り歩くっす。いや、ご飯食べよ。で、モンスターはどこにいる？瓦礫通りだ。頼んだぞ。クラウド、一緒に行くね。嘘。一人で十分だ。でも道知らないでしょ。かわいい。あ、頼む。任せて。スラムで一番のガイドよ。ああ、え、な、仲間だったの？嘘。かわいい子ちゃん引き連れちゃった。嬉しい。やったね。え、モンスターやった。さっきからずっとモンスター心待ちにしてたんだけど。瓦礫通りはスラムの西の方、モンスター避けの防護壁の向こう側。さっきなんか準備はしっかり、見かけたとこだよね。準備はしっかりって言われたけど、その武器は、あ、ちょ、危ない危ない危ない。ティファちゃんのお尻に激突するとこだった。もしかしたらもう下かもしれない。武器屋さんまだ見れないのよね。チンピラに見せる品はね。これダメってことよね。まだ見れないのか。そのうち見れるようになるのかな。準備はしっかりと言われましたけど、まあ今強化もしたし、あんまり。協力者を選定中。かわいいよね君。選定中。同じことしか言わない。まあとりあえず行ってみようかな。
やった、仲間増えた。ティファちゃん、気をつけてな。え、ティファちゃんだけですか？クラウドにも言ってください。わかりました。もうみんなティファちゃん、ティファちゃんすごいんだから。さて、ここが瓦礫通り。モンスターが喜びそうなところだ。気をつけてな。ゴミもモンスターも増える一方。なるほど。モンスターどこにいるの？これは違う。こっち行けばいいのかな？このなんか洞窟みたいな。モンスターってだってどんなのが出てくるの？初めての。これ何？あ、霊気マテリア。ちょうどさっき買ってないやつだよね。え、なんかいるかも。え、これ主観モードとかできないよね。え、なんかいる。え、何これ。え、早速お出まし。クラウドの出前。あ、ちょっと待って、違う違う。これ 箱壊したかった。え、何これ。何が回避だっけ。効果。何これ。思ったよりなんかちゃんとモンスターだった。ホールイーター。え、ていうかすごいね。何、ティファは。え、かっこいい。格闘攻撃なの。ちょっと見てる私。え、かっこいい。そうなんだ。え、なんか思ったよりちゃんとモンスターだった。なんかもうちょっと可愛げのある感じかと思ったけど。これがソルジャーの戦い方。あ、いや、クラウド見てただけよ。余裕だね。どんどん退治しよう。いやいや、クラウド見てただけよ。今完全にティファちゃんの攻撃見たくて見てただけよ。褒めてもらっちゃった。褒め上手だね。ティファちゃん見てただけなのに褒めてもらって、かつクラウドさんはなんかふふんみたいな、へへんみたいな感じだったけど、見てただけです。これこういうとこ登れたりとかはしない。あ、もういるいる。またなんか、あ、まだないのか、あれが。よいしょ。痛い。なんかやられた。あ、そうか、こういう時に待って、キャラクターチェンジ何やるんだっけ。こうか。エドティファの特徴。ティファは近接戦が得意。X で格闘攻撃。なるほどね。あ、クラウド助けられなかった。なるほど。で、なんか長押しで。あ、すごいすごいすごい。おー、かっこいいかっこいいかっこいい。え、あ、しかもなんか動きが結構軽めかも。なるほど、いいね。そうだよね、キャラクターチェンジで使えるんだもんね。いいですね。強打。うわ、かっこいいね。え、こないだ動画撮ってからどのくらい空いてるんだろう。もうなんか操作方法すっかり忘れたんだけど。キャラクター切り替えは確か十字キーで。まあいいや、まあ、やれば思い出すでしょう。そのうち慣れてくるもんさ。いるいる。え、なんかまた、え、なんかちょっと違う。これは何、ネズミ。え、ちょっと可愛いんじゃないの。よく見えない、ちっちゃくて。なんか使ってみる。あ、そっか、まだあれつけてないのか。サンダーの、サンダーを使ってみたいと思ったんだけど、サンダーつけてないのか。え、なんかちょっと可愛いんじゃないの。よく見たかったな。クラウドがいればモンスターなんてもう怖くないね。クラウドあんまり、正直驚いた。スラムに5年だからね。自分の身は自分で守る。クラウドあんま戦ってないけどね。スラムの心得何番覚えるのか。ここで暮らすんでしょ。さ、もう一息頑張ろな。このさ、ネズミちゃんがもしかしてちょっと可愛いんじゃないのって思うんですけど、なんかアビリティ使ってみるか。叩き切る。いいですね。このネズミちゃん後でちょっと調べてみよう。怖い、怖い感じ。あんま可愛くない感じ。そろそろモンスターは片付いたかな。お、片付いた。どうせすぐ湧いてくる。後ろ向きだな。束の間でもこの町に平和をもたらしました。めでたしめでたしでしょ。そうか、すぐに評判が広まると思うよ。お、本当。さ、ビックスたちのところに戻ろう。
そこになんかですね、箱が見えたんですよ。私箱を目撃したんですけど、ありました。いいね。他は何にもない。あ、これなんかアイテムじゃなかったっけ。いいね、毒消しか。やっぱ毒が出るんだね、毒のデッキが。さて、ん、戻るのはどっち。普通にこっち行けばいいのかな。なるほど、モンスターが思ったよりモンスターだった。あの、楽しみにしてた甲斐があった。モンスターモンスターずっと言ってましたからね私。そしてティファーがいいね、戦い方が。やっぱ素早いの好きだから。どっちから来た、こっちか。アイテムとかないよね。箱とかはないね。じゃあ行きましょう。あのマップに出たら目的地のところ行けばいいのかな。いつも同じこと言ってる。協力者を選定中。そうです、何でも屋です。あんた真相回転何でも屋なんだって。これの中か。ルキア、覗いていかないかい。覗いていきたいんですけど、だからチンピラだって言われるんですよ。瓦礫通りのモンスター根こそぎ倒されたってよ。今倒しました。すごくない、一瞬で広まったじゃん。もう戻ったのか。ちゃんと倒したよ、見渡す限り根こそぎ。さすがの早業っす。助かったよ、俺らもしっかり宣伝しといたぞ。そうらしいな。だが一体どう伝えたんだ。確かに。まあまあ、仕事を真面目にこなしていれば評判はどんどん上がっていくよ。剣の調子どうだ。ああ、うん、いい剣だな。お前との絆を感じる。わかる。ああ、ずっと一緒。あ、大丈夫。あ、クラウド、なんでもない。村を出てからのこと聞きたいな。退屈な話だ。それでも聞きたい。まだ時間あるし、仕事探しがてらどう。俺も行くっす。ウェッジはダメだ。あ、ウェッジ行った行った。また今度ね。ひどいっす。二人にしてくれた。ちょっと気を使えよ、幼馴染の久々の再会だろうが。分かってくれた。仕事を始める前に新しい武器を調達すれば。必要ない。武器屋さんもクラウドの評判を聞いてれば歓迎してくれるよ。あ、本当？行くだけ行ってみよう。あ、じゃあこれで大丈夫になった。あ、メインストーリー今ぐるぐるしてたね。瓦礫通りのモンスター根こそぎ倒されたってよ。あ、これどっから来たんだっけ。俺が活躍するはずだ。この辺か。あ、じゃあこれで買い物できるようになる。行かないかい。スラムで暮らすなら一人に一つ。さっきまで。どんなモンスターも倒すよ。何でも嫌なんだ。よかった、話分かってくれそう。早速評判になってるみたい。だとしたら、さっきは悪かったよ。武器が売れなくて気が立っててな。仕事で武器が必要じゃないかと思ってよ。よかったらそいつを使ってくれよ。くれるの？詫び代わりだ。ありがとう。強いやつが使えばうちの宣伝になる。よろしくな。ああ、やった、アイアンブレード。どうだ、他のも見ていかねえか。見るだけだ。いや、買うかも。ありがとうおじさん、よかった、機嫌直った。あ、うん、マテリアは使いやすくするように職人が作り上げた腕輪。あ、2つ枠があるのか。なんか装備品欲しいもんね。こういうのってさ、あの、装備したら見た目変わったりするのかな。え、なんかさ、何買ったらいいのかいっぱいあって迷っちゃうね。
アイアンバングルってでも今これつけてるやつだよね。なんかこれ買ってみる。お金、あ、1600円しか持ってないけど、クラウド1600円使ってもいいかな。ちょっと36円しか余んないけど、いい、買ってみてもいいですか、せっかくなんで。また寄ってくれよな。さて、武器アビリティの習得。ほんほん、武器アビリティは熟練度がマックスになると自らの能力として習得でき、武器を変更しても使用できる。なるほど。ちょっとなんかなかなかさ、覚えるのがまだね大変だね。まあやりながらそのうち慣れると思うんですけどね。新しい武器も用意したことだし、お仕事始めよ。まずはワイマーさんのところに行ってみない？ワイマーさん誰だ？自警団に来る依頼をまとめてる人。なるほど。ほら、何でも屋の仕事が見つかるかも。どこにいる？そろそろ詰め所に戻ってきてると思う。うん、オッケー。今の、このこういうところでクラウド、アイアンバングルをさっきのスターブレス。あ、下がっちゃう。なんかマテリアはつけられるけど、アイアンバングルの方が強いんだ。あ、そっか、そういうのもあるのか。なるほど。え、これさ、なんかつけられるんだよね。マテリアの装着。あ、え、チャクラって何？チャクラって何ですか？損傷ヒットポイント 20% 回復。はあ、これも回復ですか？初めて聞いたな。へえ。今何だっけ、回避斬りとケアルがついてるんだっけ。あ、そっか。でもだからこれをあ、まあ一回変えてみるか。こうスターブレスにするとちょっと弱くなるけど、2つつけられるんだもんね。じゃあこれイカズチと、霊気もつけてみようか。あ、でアクセサリーとかもつけられるんだね。まあ今持ってないですけど、クラウドね、ちょっと36円しかお金持ってないんで。で、あ、ちょっと待って。ティーファーも、あ、ティーファーもつけられるんだ。はあ、なるほど。ティーファーにつけてあげよう。じゃあ、このちょっと強いやつ。で、これは何？チャクラが使えるんだ。あ、毒状態も直します。だって、へえ、そうなんだ。へえ。これ、クラウドがつけてるやつは使えないんだよね。炎とかをつけたら使えるってことじゃ。まあ、じゃあ、つけといてみよう。ちょっとまあ、よくわかんないから、最初は。で、さっきの、これは何？アイアンブレード。あ、これも今度3つつけられるんだ。へえ、こっち使ってみよっか。わあ、そうか、またこれで、はいはい、カスタマイズできるのね。なんかできることあるかな？物理防御力。あー。まあやっぱこれでしょやっぱ最大ヒットポイント上げて、ちょっと待ってよ。じゃあ防御力上げてみる。 OK。 これってさ、このバスターソードに今ついてるマテリアは一回外さないといけないのかな。 こうか。これでバスターソードをアイアンブレードに、ああ、元の武器のマテリを引き継ぎますか。なるほど。はいはい、そういうのができるのね。で、もう一個つけられるけど、もう何も持ってないよね。空いてるやつがないもんね。オッケーオッケー。まあいいや。なるほど。銃の持ち手のところはもう少し軽量化できないかな。武器やこれ、変わってるよね、装備。あ、見た目変わるのいいね。ああ、だってそうだよね。3つつけられるマテリアが1個空いてるもんね。あ、すごーい。アクセサリーとかもじゃあ変わってるのかな。ちょっとわかんないね。まあいいでしょう。それで、あ、ちょっと一回、はい。見て見て、最新のモンスター討伐数だよ。これが？今月のモンスター討伐数が出たよ。すごい、ずっと喋ってる。ちょっと待って。ちょっと一回、ね、セーブしたいの私。ちょっとすごいずっとモンスターのこと言ってるけど、ちょっと一回セーブさせてください。オッケー。なんかついセーブどこでもできるの忘れちゃうな。もうちょっとこまめにしないと。これも今
初めてのセーブになっちゃった。協力者を選定中。この人か。やあティファ君、困りがたかい。いえ、協力の助っ人を紹介したくて。何でも屋のクラウドです。どうもどうも。おお、頼もしいね。町の安全と幸せのため協力しよう。報酬次第で危険な仕事も引き受ける。腕に自信ありだな。うってつけの依頼を紹介するよ。お、なんだい。詳しい話は依頼主から聞いてくれ。働き次第じゃ新しい依頼も紹介するよ。うん、助かる。何でも屋の仕事。あ、クエストが始まりました。これはだからサブクエみたいな感じなのかなね。クエストは並行して進められます。ほんほん、 OK。 協力者候補を発見。照合データの検索を開始します。かわいいなこの子。体験を背負いながら呼吸を乱さない心肺機能、金星の取れた筋肉と骨格。褒められてる。想定外の逸材です。僕はチャドリー、シンラカンパニーの科学部門で学んでいる研修生です。あら、僕の研究にご協力ください。まずは手付金代わりです。その見破るマテリアを装備にセットしてバトルレポートのデータ収集をお願いします。見破るマテリア。それで新たなマテリアを開発できるのです。シンラの仕事ならお断りだ。僕はささやかながらシンラに反抗しようと活動しています。なるほど。あなたなら理解できるはずです。新たなマテリアはシンラに対抗しうる力になると。どうしますか。僕を信じられないなら切ってもらっても構いません。そんな。俺は本当に切る。つまりそれまでは契約は継続ということですね。バトルレポートを達成したら必ず僕に会いに来てください。うん、なるほど。バトルレポートのミッション達成しチャドリーにデータを提供すると、あ、新たな回って、あ、新たなって言っちゃった。あ、新たなだったんだけど繋がっちゃった。新たなマテリアが開発されます。なるほど。すごい、できることがいっぱいあるね。その見破るマテリア、見破るマテリアってすごいなんかさ語呂が良くない？見破るマテリア気に入っちゃった。見破るマテリアつけてみる。見破るってなんだろう。弱点がわかるとかかな、もしかして。なんか弱点攻撃当てるとさ、なんだっけ、弱点みたいななんか出るんですよね。あれがわかるとか。まあいいや。それで、あ、すごいクエストがいっぱい。化けネズミ、え、これはその話しかければいいの？働き次第じゃ新たな仕事も頼みたい。あ、じゃなくってこのマップのびっくりマークのところ行けってことか。見破るマテリアを装備にセットしてバトルレポートのデータ収集をお願いします。うん、オッケー。今の目的は、またモンスターが増えたら瓦礫通り綺麗にしたってやるじゃねえか。うん、今なんかその、あ、ん、またモンスターが増えたら頼むぜ。びっくりマークのところ行って仕事をすればいいってこと？なんか書いてある。やることとか今何をするとか書いてないか。びっくりマークのところに行けばいいのか。あ、とりあえずあれか、戦ってこいってこと今。なんかでもこういうところにもいるけど話してみる。お、ティファちゃん。またティファちゃん。そいつ何でもや始めたんだって。ああ、だったら、うん、バケネズミどもを倒してくれ。やつらめウェアラットを引き連れて町中を食い荒らしていやがる。うちの倉庫も襲われて信用ガタ落ちだ。なるほど。あんた今笑ったな。口の端がピクッとしたぞ。バレました。ま、仕事してくれりゃ文句はねえ。バケネズミは町外れに潜んでるらしい。うん、ウェアラットの悲鳴を聞いて助けに来るって話もある。バケネズミのくせに仲間思いなのかもな。なんかこういうのをだからやって戦闘してまた彼に話しかけたらいいのかな。今そのなんかメインストーリー的なやらなきゃいけないこと出てないもんね。え、なんか今結局どうしたらいいのかよくわかんなくてぐるぐるしちゃったんだけど、やっぱ戦ってこいってことか。ちょっと行ってみよう。じゃあ多分戦ってこいってことだと思う。この辺登れる？登れない。
戦ってこいなのかなと思うのですが、まだモンスターと戦って、穴がある、箱がある、よいしょ、うわびっくりした、うわわわ、ガード何ボタンだっけ、あ、そうか、ってこうなんか武器が変わったからあれか、様子が違うのか、あーちょっと危ないですよ、大丈夫ですか、危ないですよ、よいしょ、あ、なんか武器が変わったからちょっと攻撃が違う、もしかしてなんか違う感じする、気のせいかな、終わりだ、かっこいい、この調子でいくぞ、次も勝とう、うん、多分こうやってちょっと見てみよう、バトルレポート、んまだなんか0分の1だけど、あ、そうか、見破るをしなきゃいけないのか、あ、そういうことね、ただ戦ってるだけじゃなくて見破るをしなきゃいけないんだ、ちょっと見破ってみよう、じゃあ一瞬で終わりだ、楽勝、ちょっと待って、なんかコマンドで見破るをしてみる、調子に乗るな、そういうことで合ってる、あ、見破るで見破った、あ、すごいすごいすごい、あ、やっぱり弱点とか出るんじゃん、なるほどね、これでだからさらに、あ、あれが足りないんだ、待って、うんとね、マジックで3、違う、これだ、ブリザードとかを使ってみればいいのでは、凍えた、なんかちょっとかわいそうな気持ちになってくる、大丈夫、なんかかわいいんじゃないの、やっぱこの子、私ネズミ好きだからさ、ここまで、何がガードだっけ、こうか、よいしょ、終わったな、これでどうだ、ん、敵、あ、そうか、敵2種を見破るね、はいはい、オッケー、